はい、そうですね、はい、ジャッカル中西と深夜漫画をお届けする金さん銀さんチャンネル、はい、はい、今日はですね、横浜市中区庄社町のフライデーの前からスタートします、ね、はい、ちょっと ね危険な地帯を散歩しましょう。まあ危険な地帯って言っても今ね、そう午前ですからね。そう昼間はすごい平和なんですけどね、どこもやってないと思いますからね、まあ、そうですね、まあ、この辺庄社町って言うんですけど、うん、隣が福富町、福富町、広根町、小金町、揚げ物町、揚げ物町、寿町、おめでたい名前がね、おめでたい名前が多い、はい、多いですね、うん、そうですね、まあおめでたい名前の割には危険なところが多いんですけどね、はい、昔はもっとさらに危険だったというね、そうですね、噂聞いております、はい、昼間の散歩なんで、うん、まあ安全だと思うんですけど、そうですね、はい、剣王、はい、ロー5度4分。あらあら、低いね。出て出て。4度2分。なんでそんな低いのね。おかしいですね。まあ、バイクで来てますからね。体が冷えたんだと思います。まあそれにしてもですけど。まあね。はい、じゃあそういうわけで、はい、参りましょう。こっちから行く？こっちから行く？こっちいやー、午前中の登場したらあれだね。何もやってないね。そうですね。あのさ、俺こうやって見たの初めてなんだけどさ、あんな看板あったんだね、3000で行ってみて。本当だ、国際クラブ、国際クラブだって。すごい ね、もう夜の光ったかね、あれ見たことないですよね、看板だけ残ってんじゃないですか、ね、この辺りはもう夜になるとなんかもう中国人とかの方でいっぱいになります。そうですね、韓国人か中国人か、ね、あの人たちはなんだ、呼び込みよくわかんないですけど ね、ちょっとこうデンジャラスな空気がね、そうそうそう、漂ってる。昔はここの一軒ティファニーだね。あ、喫茶店ね。喫茶店ティファニー、はい。今ティファニーは向こうのパレスガーデンの方に。フライデー出演の時は僕らの休憩所みたいなね、カフェテラスですね。そうですね。うん、しかし本当に平和ですね。本当はもっと夜は危険ですよ。アジアのホットで野菜を見て。はい。タイとフィリピンとか。タイとフィリピン。ベトナムもあります。うんうんうん、はい、いいね。行くんですね。辛いですよ、これ辛いでしょ、こういうのかじるんだな、向こうで。なでもスパムだって安いよね、まあまあ相当高くないですか、うん、楽しいです。すり鉢はこれはでも、すごいね、すごいドンキだね、これね。昔こういうの車に積んでましたね。積んでないっつのあ、バットだね。バットは野球ほら、やってるからやってるから、後ろにバット積んでて、なんで積んでんだって、野球やってるってのもあるんだけど、今も積んでますよ。あ、本当？野球やってるからなんか安いですよ、ここ本当だ ね、ここはなかなか穴場です。今度買いに来よう。やっぱこっちに住んでる外人の方が多く来られる。そうだね、ほら、これ福富町ね、アーケード。こっから福富町になるのかな、こっちは伊勢崎町。こっちは伊勢崎町ですね。福富町入り口ね、入り口昼間見ると全然景色が違いますね。ねえ、ね、そう、うん、ここは元松坂屋。あ、そうですね、ゆず、うん、くずゆずかゆずはまあ伊佐木モールとかで歌ってましたよね。路上ライブです ね、 ねまあ今度行きましょう、伊佐木モールのね、はい、くずはグッサンとあれか、宮迫さんの。そうです ね、 ね、あの、うん、イーストウェストって漫才やった時に、うん、クズって言ってたじゃないですか。自分たちが先ですよ、あれ。お、グッサンとあの二人を。なるほどね。そういうのを嬉しいよね。先に考えたら、ね、ね。みんなは認めてくれないかもしれないけど。そう。バーキングはこの辺だったんですか。あれですね。あそこはアメリア。アメリア。あそこがバーキングの跡地か。あ、下町ですね。バーキングは今あれだね。ロゲにありますね。まあ今度ロゲも行きましょう。そうだね。アジアって感じだね、このマンションが。なかなかすごいね。金網になってたりね。そうだね。本当になんか外国みたいですね、これ。これですね。これか。そう。バーキングの。今アメリアになってる。そうだね。まあ昼間に歩くといろいろ発見が、ね、あるよね。こっち行こうかじゃん。あ、はいはい。これリトルジョンです。リトルジョン。これはね、なんともムードが。
マポークよく来ましたね。カムジャタン美味しいですよ。ここもそう。フライデーの時でしょ？いや、フライデーの時じゃないですよ。じゃない。じゃなくて、うん、普通に食べに。あ、本当？マポーク。あ、あれジャッカル君の好きそうな名前のクラブ。チャンピオン。インターナショナルクラブ。ね、チャンピオン。チャンピオン。夜のチャンピオン。違うの？いる？え？いやいや。これね、ほら、韓国のお店。この通りはね、韓国のあのお店が多いですよね。昼はあんまりやってないですね。いつもランチはやってるんですけど、まだアップ時間じゃないですか。ちょっと早いもんね。まだ朝ですからね。ブロードウェイ。ピンク、遠くはね。あ、やっぱピンク系多いですかね。そうね、フィリピンも多いし、韓国も多いし、あんまり中国って感じじゃないよね。中国人の方多いですもんね。あ、ちょっと来て。ハリセンボン。あ、本当だ。春だと、春になると春か、春かさんでしたっけ。ね、あのジャッカル君昔本目で、あの春かさん、春かさん後ろの春かさんは痩せたい方、痩せる方、痩せる方、春かさん。あのハーレー乗せてね。乗せましたね。すごい番組でね。なんか得意げに走ってましたね。で、ケンさんが春菜。春菜ちゃん。春菜さん。春菜ちゃん。ね、ああ。変わりましたね、そこで。ね、俺はあのー、ハーレーが壊れちゃって。100cc だった。懐かしいね。懐かしいですね。で、こっち行こうか。なんかこういう時間帯にこういうとこあるんですよ。朝帰りって感じだね。若い時は思います。そうですね。ちょっと犯罪の工程そうですね。あのロケでなんか裏に吸い込まれてこっちこっち仕上げ場所みたいな感じで。危険な。あ、これは自転車ステバでしたね。怪しい。すごいな。なんか曇りって言ったのに晴れてきて。うん、晴れてきた。あ、これ抜けないや。戻りましょう。ここはだから悪いことしてた。ここに追い込んだらもう逃げられませんね。ほら、あそこにあるよ、焼肉居酒屋、よしなさいってよしなさいよ、俺らに言ってるような感じですね。プロデュース、ビート清志、だからよしなさいなんだ。よしなさい。あ、自由券見たことある？ある。なかなかいいです。なんかね、この辺りもね、すっごい狭くて汚いとこで、フライドのマスターも教えてもらったラーメン行ったことあるんだけど、美味しかったな。ちっちゃいとこ、仕事行ってなかったから。2階でみんなで行ったとこじゃなくて、じゃない、じゃない。あっ、横浜エイトセンター。横浜エイトセンターだね。夜のコーナー、夜のコーナー、ここなかなかね、ね、ここに中西のお店出させてね。当たってなかった。行ってるから、ここなんかどっかに一回行ったような気がするね。この感じがすごいですよね。ねえ、なかなかないですよね。これは貴重な建物ですよね。前フライデーの日にそこの駐車場を止めて、こうやって急いでたんですよ。で、なんかここでなんかロックやってて、急いでたけどなんか止められそうな雰囲気だったんですよ。止めるなよみたいな、ちょっと空気を出しながら行こうとして、で、あの女を止められて、ちょっと待ってくださいって止められて、そしたら後ろからジャッカルさんって声をかけられて、でパッと向いたらリリー・フランキーさんがいて、おここなんか封鎖してやってて、なんか映画ロケで、まあでもここは使いますよね。リリーさんね、無理やり突破しなくてよかったとか思って、そういうことがありますね。リリーさんはね、今知らないですけど、タバコ吸うんですよね、ショートホープ。これをね、あの NHK とかの喫煙所でね、ご一緒した時にね、あとショートホープかなと思うんですよね。いや、今時ショートホープでかなり、そう、ね、レアですよね。はい、フライデー戻ってきました。戻ってきましたね。はい、ここニュータウンタン、ニュータウンタンもね、うまいよね。ここはでも変わらずですね。ここは変わらず、氷屋さん、氷屋さんね、うん、で、ここが流宝館、元流宝館、元流宝館。昔、カニが動いてますよ。カニ動いてますけどね、うん、道頓堀じゃないですよ。はいはいはい、はい、ここは長者町ですね、はい、でもあのカニはさ、すごいね、本当にずっと動いてたからね。
夜中も知らないけど、スイッチオンするのかね。あんまり気にしたことないね。そうだね。今度夜中に見ていただく。動いてたら。じゃあ、時は今度は照明が変わるのかな。まだ照明。ここはね、昔ね、サウナ太陽だったんですけどね。まあなんか名前は変わって、やっぱりサウナなんですかね。だいぶ綺麗な感じなんですね。まあ、昔のサウナ太陽はね、すごかったね。寝床にしてる人がいました、ね。家がない人が、毎日同じ顔ぶれで、俺この辺の八百屋の配達で回ってたのね、はいはい、すごいムンムンしたね、不潔な感じでしたね。行ったことある？あの自分が泊まったことはないけど、はい、配達、はいはいはい、うん、中の食堂に野菜を、このグランドファン横浜も野菜入れてましたね。まあ、その八百屋さんも私は昔クビになっちゃったんですけどね。なんで？遅刻です。やっぱり遅刻ってのはいけませんね。そうですね、うん、この辺、あの、タイ系が多分多いんですよね。ああ、そう、あ、うん、あそこもタイだね。なんか、あの、トゥクトゥクで送り迎えしてくれる店もありましたよ。ああ、うん、そうなんだ、うん、そうです。へえ。あ、で、これね、そうだった、これはタイ料理、タイ料理ですね。あ、本当だ、こっちもタイっぽいじゃん。うん、この辺はじゃあタイなんですね。そう、あっちはまあ韓国、中国。なるほど、あそこにタイマッサージもありますね。そう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 。タイといえばなんだ。タイといえばムエタイ。タイはムエタイですね。ムエタイ、はい、あとニューハーフ。ニューハーフもタイでしょ。そうですね。太田縄のれん、 あれ新鮮です。新鮮ですね、縄のれんね。あれは何、牛鍋。牛鍋、うん、まあ、すき焼きみたいなものでしたっけ。はいはい、牛鍋だからそうだね、うん、タイ料理、タイシャム。シャム、これもうまそうな、うん、多分行ったことあるな。行ったことある、うん、あ、そう、結構食ってますね。この道あれかな、フライデーの映画館のある道かな。そうなるのかね。僕らはフラワーセンター。ケンさんもセンターだって好きですよね。田舎食事センターですかね。うん、僕はセンターっていうのは何とか動画なんですかね。この18番来たことある。ない。ここはね、うん、来ましたね。あの、カトシ、美味しいんですか。まあまあまあ美味しかったですね。かなり。どっち？あ、次はほら、ぐでんぐでん。ぐでんぐでん。いいね、ぐでんぐでん。創建の歌みたいですね。そうですね。おでんの店もしかしたら、あの、マスターがぐでんぐでんなのかもしれない。ダメでしょ。ダメでしょ。ね。お感情もわからないって言って、いや、いいよ、食ってくよ。お、いらないよって言って。最高ですね。お店潰れちゃうよ。あ、映画館これか。あ、そうそう、ジャック&ベジャック&ベってね、あの、フライデーの映画ね。ね、やってましたね。見に来た。見に来ましたよ。ここに、はい、うんうん、俺も来た。で、なんか一回終わって、うん、また公開したらしいですけど。なんかね、やってるみたいな、うん、地方も行ってるみたいなね、うん、あれ良かったよね、うん、やってないか、フライデーの映画は。こういう小さいね、映画もね、うん、頑張ってますからね。本当ですよね。おー、すごいね。長鶴の面白そうですね。まあ、この辺りは若葉町。この辺はもう若葉町なんだね。パン工房亀屋。亀屋、うん、ここも買いに来たことありますね。うん、老舗な感じですね。昭和な、ね、結構歩ってきて今小金町の方まで来ました。これは大田町。じゃあこの川沿いに、はい、大田川ですか。これは大田川。ここはあの桜のシーズン綺麗ですね。綺麗ですね、うん、小金町のあのちょんの間もなんかね、ずいぶんね、おしゃれな、おしゃれな感じになりましたね。お店が増えて、はい、水質はどうか。綺麗ですよ。意外に綺麗ですね。意外に綺麗。本当だね。え、もっと汚いと思った。ちょっと泳ぎます。一体交代で泳ぎますか。いやだ。もうだいぶあのガード下もね。ね、本当。昔はね、ずらーっとね、あの女性が並んでね、手振ってましたけどね。バーとか、カフェだと多いですね。うん。小金町バザールだっけ。今度小金町行った時に。うん、そうだね。ね、そうしよう。うん。こっちでしょ。ちょっと熱くなってきたな。いや、出て。ちょっと脱いでみるかな。これでいこう。あ、長髪がこの裏になったんだね。はいはい。よくフライデーの際にね、みんな行ってたよね。
散々飲んで、うん、朝食べて帰るんですよ。無理でしょ。びっくりかすっていうのか。わらじゃねえか。温泉だったけど、これ人じゃ無理でしょ。あ、すごいね。まだ冷えてきて。まさきんの？うん、今度寒かった。いや、晴れてきた。ね、朝ごはん食べてきた？ちょっとありましたけど。コーフレーク？コーフレーク食べんの？食べない。朝何食べんの？今日はカップヌードルカレー。カップヌードルね、うん、カレーヌードル、あのカップヌードルのカレーとシーフードとノーマルだったらどれがいい？チリトマト。ああ、なるほどね。あ、福龍。福龍もいいね。福龍美味しいですよね。美味しいですね、うん、餃子会館。福龍でもいいな今日は。でカレー食べるよ。カレー、茶碗カレー。茶碗カレーもいいね、うんうん、ニンニクラーメンとね、ニンチョコね。ニンチョコね。タイゲ行きましょうか。タイゲ、はいよ。福龍はまた今度、はい、次回。タイゲン久しぶりに行きましょう。何年ぶりで。ああ、俺ほんと食ってないね。あ、そう、うん、たまに行きますよね。え、うん、ちょいニンニクでちょいニンっていうの、ニンチョコって。あ、ニンチョコ、なるほど。普通にね、はい、ラーメン、あの麺固めでって頼むでしょ、うん、店のお兄さんが、はいはい、ニンニク入れますかって聞かれるから、ちょっとって言ったら、ニンチョコいっちゃおう。ニンチョコいいね。着きました。ラーメン&カレータイゲン。タイゲンいっぱいですね。ちょっと待ちましょう。いやー、お腹すいたんですよ。深夜も久々のタイヤですね。昔ね、アルバイトしてる時に、ね、はい、野菜をね、持ってきて、そう、懐かしいですよ、タイヤ。それ何年ぐらい前ですか。いやー、30年前です。結構前ですよね。じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、うん、さあ、はい、さあ、じゃあ俺はラーメン大盛りのミニカレー付きで。ミニカレーっていうのはもっとちっちゃいじゃん。もっとちっちゃいじゃん。ラーメンでミニカレー付きの、ニンニク、チョコってます、はい、あ、俺ニンニク入れてください、はい、うん、麺固め一つ、はい、僕は普通で。チョコだけ固め。なんか脱ぐほどでもなかった。いやー、懐かしい。30年前だと25、6。そうかな。これがランチセットのミニカレーですね。いただきます。あ、うまいね。最高だ、うん、結構辛いですね。意外と辛いよね。うん、あ食べてるっていうのは噂は聞いてるよ、うん、なんか後ろから隠し撮りとかされてるみたいな。店に入るところ。そうだね。気をつけてくださいね。あ、大盛り、はい、ありがとうございます。いただきます。うわー、美味しそう。最高だよ。本当おかわりないです。まあ覚えてらっしゃらないと思いますけど、30年ぐらい前なんで、ネギ4箱とか、はい、もうルートで。大平さんは朝便だったから、この辺だと。あとどこ行ったんだっけ、グランドサン横浜とか。よく大平さんはみんなで社員旅行行くって言って、はい、外国行ってましたよね。社員旅行あるんですね。うん、あの時は景気良かったですね。時代がね。だから僕ラーメン大好きで、大平さんよく社員旅行行ってていいなぁなんて思って。いい社長さんなんだなぁと思って。大変に勤めようかなって思った。思いました、あの時。ケイさんよく見えます。ケイさんもケイさんも来ます。今ケイさんも大変さん大好きで食べた、うん、美味しかった。うまいね。
お元気ですね、本当に。本当に。来年で40年になります。昭和の56年に入った人間。バリバリでしたね。そこじゃアイパーでしたから。あすごいですね、それ。そうなんだ。迫力ありますね。朝ね、寝坊して、遅れて来た時は、怒られたことあります。遅いよ怒られるよね。忘れてらっしゃると思いますけど。だって30年前でしょ。俺23しか。そうだな。でもこっちいるな。いるか。でもここは来てない。来てないですね、うん。行きますか。行きますか。ね。うん、ありがとうございました。の。わかったです。いやー、わかった。よし。最高です。うまいね。やっぱり最高だね。じゃあまたフライデー、フライデー、お願いします。はい。はい。というわけでしてね。ね。散歩終わりました。散歩終わりましたね。ね。やっぱり昼間のこの辺りは平和ですね。ね。歩くといろいろ発見があったね。そうですね。今日もね。はい。飯食いに行きたい店もいっぱいあるし。やっぱりあの八百屋っていうかあのタイとかフィリピンのスーパー、うん、いいね。よかったね。ね。タイゲンも美味しかったね。タイゲンも美味しかったね。ね、はい、俺は久しぶりにあのタイゲンのね、親父さんと喋れてね。ちょっとリトルリチャードに似てるんですけど、ね、昔はなんか、アイパーって言ってましたもん ね。もう40年勤めてるっていう、はい、人生ですね。そうですね。ラーメン作って40年。はい。私。今日は長者町、富町、うん、はいね、若葉町とかね、うん、いろいろ行きましたけど、ね、今度、伊勢崎モールとか。そうだね。ね、野毛とかね、はい、日の出町、小金町もね、行きたいですね、またね、お散歩しましょう。はい、ではそんな感じで、はい、また次回よろしくお願いしますね。よろしくお願いします、はい、さよなら。さよなら。今日はですね、ボクシングを習いに来ました。そうなんです。カシアスボクシングジムね。ね、はい、アイスさん。あ、どうも。どうも。で、うん、はい、というわけで、はい、アイシャにもあの練習に参加していただいて、いいっすね、ナイスナイス。